でもそこからやんないとね、自分でできないですもんね。いいんだよ、死んなくたって。脱げたんだっちゃう。脱げたのは、脱げたのは右側。まあ、私もあんまり思ってなかった変化は、みんなあの避難所だと人にやってもらうことしかなかったし、うん、やってもらわないと何もみんなできないというか、それどころじゃなかったと思うんですけど、こっちに入ってきて自分でいろいろやんなきゃいけない。で、春になったら例えば田んぼをやれる人は やることになるじゃないですか。それのつなぎっていうか、そのリハビリになったみたいな風にの人は言ってくれたんですね。あの勘が取り戻ったっていうか、あの集中力がついたとか言ってました。だから、うん、まあ前の勘が少しでも戻ったのかなと。飽きてね、なんか本とか読んでてもすぐ飽きてダメだったの。だけどこうやって支援していただいて、本当良かったです。ご自宅でされてるんですか？ご自宅ってこの仮設ね。もう自宅は流されてありませんので。ずっと続けてやれそうですもんね、これだと。戻る場所がここしかないんだもん。皆さんに届いて、なんか反応とかあったりもしますか？やっぱりほら、支援のつもりで買ってくださる方も多い。ちょっと教えてくれるみたいな話で、でも私たちは、そういう資格ってやってるわけじゃないから、好きでやってるわけだから、かなと思ったんですけど、なんかだんだん集まってきて、だんだん集まってきた、うん、楽しみにして次何作るの、うん、そういうのから、うん、ちょっと、ね、なんとなく待ってくれてる人がいるって思うと、うんうんね、言わなきゃって感じになりますよね。私もちょっと自分もまだまだやりたいことはうちの中にあるんだけども、一週間に一回楽しみにして、ああそうなんですか。こっちに暮らしていただいてます。はい。もう一つ斜めのね。こういうのはもうオンリーワンで一つしかないものだから、ね、そうですよね。ね、和歌山の那智勝浦とあと東京でのフリーマーケットで販売が決まってます。